要は店舗数を減らさないっていう、趣旨でもありながら、そこのエンドユーザーの会員数を上げるっていうようなこともどっちも要素としては含まれてはいるんですけど、2段階あるわけですね。そうです。販売して終わりじゃなくて、利用促進しなきゃいけないですよと。この時にやっぱりこう要素として面白いのは、販売のところはこれ B2B なんですけど、利用促進っていうのはこれ実は B2C の視点が必要になるわけですね。相手 C ですからね。C にとってじゃあ何が必要なのか、どうしたら登録するのか、それを登録するだけじゃなくてアプリ使うのかっていうね、ことをちゃんと考えなきゃいけないんで、B2B と B2C の両方の頭がまあ必要ですよと。で、これ別にこのなんか、この話に得意なことじゃなくて、松本さん聞きながら頭の中で思い浮かべてますか？うちも全く同じですからね。例えば、まるまる大学の学内、のイベントを、うちでやってもらえることになりました。これが1段階目の、B に対する販売ですよね。で、じゃあそのイベントに対して、学内で学生が実際に申し込んで参加をたくさん、するように利用促進していかなければいけません。これ2段階目ですよね。全く同じで、この2段階目ができないと、すごい企業さんたくさんそこ買ってイベントに出てるのに学生いないっていうね。そういうふうになりますから、2段階っていうのは、まあ、うちで例えるとそういうことですよね。なるほど、なるほど。じゃあ、そういう、こう、まあ、セミナーやったりとか、いうのは、販売店に対して販売店集めてセミナーやることもあれば、まあ、実際のその、お客さん、エンドユーザーの、法人を、に対してセミナーやることもあれば、その辺もいろいろなんですか？そうですね。でもやはり、販売店は1つしか今はなくてですね。なるほど、なるほど。なので、どっちかというとその施設側施設側。に対してのウェビナーことが多いですね。な基る本ほ的にはど。そこだけですね。なるほど。C に対してセミナーしないんですか？その利用者、施設側の利用者。C に対してセミナーはしないですけれども、まあ、我々アプリありますので、なるほど。アプリの中で、継続促進を促すようなイベントを定期的に、開催したりだとか、で、まあ、そこで何かある種達成した人には、何かプレゼントをあげたりだとか、まあ、そういった形で、使っていただいているお客さんに対しての、継続促進を行うようなイベントとか、まあ、そういった外的動機づけみたいなところも含めて、定期的には行ったりしだ、そういうイベントをね、定期的に開催するとかっていう時も、例えば、なんていうのかな、うちで言うと、悦子とか天とかの上に田辺屋がいてね。田辺屋が考えて、それを決めて、じゃあそれをやるから、システムの会社と打ち合わせして、そのアプリに反映させなさい、みたいなね。もしくは販売店さんに告知しなさい、みたいなことを言われて、あなたやってらっしゃるわけじゃなくて、どういうイベントをね、その C に対して開催していけばいいのか、どういう時期にね、っていうのを、まあ、考えていくっていうこともされてらっしゃると思うんですけど、それを考えていく上で、例えばその販売店さんやその施設の方、事務の方、からいろいろ情報を、まあ、収集していくと思うんですけど、例えばどんな話を聞いて、どんなイベントをやろうっていうふうに思ったりするんですか？ただ定期的にそのアンケートとかをですね、まあ、それは別にイベントに限らずですけれども、全体の使い勝手含めて、エンドユーザー側および販売使っていただいている店舗に対してアンケートを取ってますので、まあ、そこから得られる回答を、まあ、それ直接的な回答もあったりとか間接的な回答もあったりとか。まあ、あとは定期的にその訪問していく中で、まあ、こういったことにお困りごとがあるだとか、まあ、コロナによって今こういうふうになっているんだよねっていうような話であったりだとか、まあ、そういったような要素を集めながら、まあ、仮説を立ててですね、今回はこういうイベントをしようだとかいうようなことは考えている一方で、まあ、ある種
まあ、定期的に、決まった形っていうのもあったりはするので、まあ、そういうふうに少し回収させる部分もあれば、決まったフローで定期的に実行していたりもします。なるほどね。なるほど。全体としては、まあ、いろいろな意見を、もうそれは直接的、間接的問わず収集をしながら、どういった最適解があるのかっていうのは日々考えておりますね。なるほどね。だこの販売していく中で社内の連携って例えばどういうことするんですか？販売していく中で社内の連携としては、もうチームの中で、はい、まずその担当エリアみたいなのがあったりするので、なるほどなるほど、その担当エリアの中で、営業進捗を週に1回、まあ、行っていたり、だとか、チームがあるんです ね, ですね。そうですね、まあ、一応私がその事業責任者みたいな形でやってるんですけれども、はい、あの、まあ、チームの中では、まあ、東日本担当だとか、西日本担当だとか、なるほど、まあ、そういった形で問い合わせがあれば、あの、そこの店舗の所在地によって割り振ったりだとかですね、はいはいはい、なるほどなるほど、そういうのは営業ではある。なるほどなるほど。あの、違う部署とは何かやり取りって、まあ、あの、販売するとき、もしくはお客さんに対する何かね、サポートするとき問わず、他の部署とは何かやり取りあるんですか？直接的に、やり取りってのはあまりないかもしれないですけど、例えば我々のお客さんに対して、まあ、商社なので、はいはい、いろんな商材があったりするので、はい、例えば別の、うん、まあ、アパレルとかやっているような部署から、はい、ちょっと最近あの事務向けに販売したいんだよねみたいな声とかがあれば、なるほどね、お客さんを紹介したりだとかしてですね、はい、まあ、クロスセルみたいな形でお客さんに対して、はい、提案をするっていうこともあります。なるほどなるほど、はい、逆に言えば別の、お客さん、まあ、別の部署の お客さんで、我々が攻めたいような、ところがあれば、そこで一緒に、同行させていただくだとか、まあ、そういったようなあのクロスセルみたいなところは、あるかなというふうには思います、なるほどね。またはあの自分たちのこのシステムをアップデートさせるために、はい、最近こういったような技術を持った、まあ、会社があるみたいなところで、はい、他の部署から紹介を受けて何か我々取り込めないかみたいなことをこうしたりだとか、まあ、そういったことは ある種商社で全世界全商材を扱っているかゆえにいろんな情報が飛び交ってはいるので、まあ、そこで我々のこう必要な部分についてはあの取り込んでいったりだとか、逆に我々から他の部署に提供したりだとかっていうのは ありますね。なるほどね、わかりました。2つ目の、はい、B2C の、ね、はい、何でしたっけ、リハビリかのところっていうのは、はい、同じくそのステークホルダーが、を明らかにしながらどういうやり取りをしていくのかっていう話をちょっと一つ聞かせてもらえますか？まずこちらについては、自費保険外のリハビリテーション、はい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 、を店舗型で提供をしています。はい、あ、これみたいに、もう何、あ、もうそのやってんだ直接。そうです。